コンサートのレッスンを一曲夜してきました。久しぶりに来ました。りょうさん嬉しい、ありがとう。お疲れピ、ありがとピ、ありがピ教職の授業も入って、教職の授業、ああれね、養護教諭ね。夢諦めそうで、これダメ、諦めちゃダメよ。今のうちにお風呂にお湯入れときなよって。いや、そうなんさ、なんかこの間思ったんやけど、あのお湯溜めて入ったじゃないですか、前回。私にはその方法はあっちょらんなって思った。うん、なんか一旦済ませて、お湯溜めて、抜いて、またあの洗うが向いてる。どっちでもいいんですけどね。なんか湯船使っちゃうと、もう歯もう出たいってなっちゃう、もう寝ようってなっちゃうから、お風呂上がって寝たいなって思っちゃうから、なんか洗う気力なくすよね、湯船休んじゃうから。そう、え、そうよ、サラも頑張ってるから、ラも頑張んなきゃだよ。そうだよ、そうだよ。うん、仕事忙しくてこれやった。お疲れ様。明日から学校ですが頑張ります。待って、みつきちゃんさ、何年生？2年生。やばい、坂向けが痛いよ。え、学校出るの18時半とかなんだけど、本当に来てよ。後でまたお湯ためたら時間長くなる。いや、意外といけるうん、まあ長くなりますよ、もちろん。効率はめっちゃ悪いけど、まあ割とすぐたまるよ。うん、今年卒業？あ、2年生？そっか、保育って2年か。え、嬉しい、しずく、ありがとう。でも、そう、30日までやから、そうですね、もうあれですけど、うん、楽しむ。うん、え、めっちゃ痛い、坂向け。なんでも痛いやろ。なんかさ、皮がさ、ちょっと出てたら剥いちゃうよね、負の連鎖。うん、え、もうさ、明日になったらもうあと2日、いや、あと1日しかなくなっちゃう。どうしよう、そんなのできるかな。みつきちゃんと同じく、ウランも別のメンバー卒業公演投げられないから、どっちみち行けなかったってこと？なんで？優しいね。18きちゃんと会ったら、あ、そうなの。18きちゃんはね、多分レッスン場で、レッスン場じゃないや、楽屋で会ってますね。でも全然挨拶しかしてないから、どの子が誰でとかは分からんけど、名札つけてました。うん、そう、うん、皮がペロンとなったらアロンアルファで。ね、アロンアルファってさ、接着剤じゃないっけ。嫌です、ダメです、そんな悪いこと教えちゃう。明日も朝早いんですよね。そう、明日もさ、明日やばい、本当に。明日もねめっちゃ曲座るんですよね。うん、
わしでも5曲あるわ。5曲あって、いやもう本当に本当にやばい。え、明日何時間あるんこれ。めっちゃ長い。朝一から夜まである。そういえば、エイミサラノさん可愛いって私のツイッターのタイムラインになって、めっちゃ嬉しい、ありがとう、タイムラインにしてくれて。トムさんの卒業公演でサラノの姿初めて肉眼で見れました。嬉しい。ハラピーさんありがとう、見つけてくれて。本当だよ、わかんだね、それは。ちゃんと寝てる。今日は夜遅かったのでレッスンが5時間寝て2時間寝ました。2度寝。5時間寝て2時間ぐらい起きてて2時間寝ましたけど、その前までは全然、そうです、毎日4時間5時間とかでしたね。おめでとう、最高、かわいいの気持ち私は気づいてたけどね。嬉しい、ありがとう。そう、人も朝早い、人も朝めっちゃ早いんですよね。8時台の集合。今日はお好み焼きと焼きそば食べました。そういう報告大好きです。みつきさんも頑張る。頑張ってよ、頑張ってよ。劇場に持っていくもの準備するの忙しいです。劇場に持っていくもの準備するのに忙しい、どういうことだ。頑張ってください。そう、私はもう12日に劇場立ちますよ、皆さん。そしてサーノが甘いもの食べたいと言ってたのでアップルパイ食べてきました。あ、サーノの代わりに、ずるいぞ。ハンバーガー食べた。かわいいシェイク、どこのシェイク。そんなシェイクあるの？バニラシェイクは1000円するの？高くない？ちょっとそれは返品する。返品絶対せんけどさ、返品したいレベルに高いね。めっちゃ高いね。私はハンバーガードリア。ちょっと待って、ハンバーガードリアって何ですか？ハンバーガー、待って、ハンバーガーの間にドリアが挟まってるの？それってもうちょっと顔見てたい、見ちゃう。もうでももうすぐですね。今月会うのモチベにお互い無理せずが、まあそうね、私も皆さんに会うのがモチベなので頑張ります。餃子とわかめスープとカレーライス、おお、餃子わかめスープカレーライス、餃子わかめスープカレーライス、なんかいろんな料理、すご。久しぶりに DM 送っちゃおうかな。お、なんか元気が出るような。送って、うん、待ってるわ。うん、みんなの気持ち読んでるので、じゃんじゃん送ってください。ハンバーグゼリア、あ、ちょっと待って、ハンバーガーって私が読んだ、間違えた、よかった、パッと見じゃなかったね。パッと見はなくてよかったです。もう頭働かん。
チキンカレーライス、チキンカレーライス、チキンカレーライスって何？チキン、あ、チキンね、のカレーライス。今日はお寿司いいな。今日は大学生活、おさらちゃんに会う時も可愛くできるようにデパコス買いました、買いたくってきた。おいいね。何買ったん？いいねいいね、頑張れるわそれ、モチベ。声も本当に伝えるって、そうですね、覚えなきゃいけないことがいっぱいある。あのこの先の、この先のレッスン、数日後、2日後とかのレッスンがめっちゃ鬼やばくて、うん、2日後か3日、明日も5曲中1曲めっちゃやばいんやけど、1曲だけやばいんやけど、4曲はやったことあるから1曲やばいけど、本当にできないと思うけど、まあ頑張ります。でもそれ以上にじゃなくて2日後もやばいから、覚えなきゃいけないよね。え、それにそう、しずくちゃんもある。うん、ベースケアマックで揃えて買ったねえ、懐かしい、めっちゃ懐かしい。私さ、修学旅行でね、高校生の時の修学旅行でね、多分初めて自分で多分デパコスを買ったんよ。そう、それが多分マックで、そう、確かマックで、修学旅行にしてはやばいよね、2万5000円したんだよね。もうこれだけは忘れん。そう、なんか店員さんに勧めてもらったものを全部買っちゃった思い出がある。うん、修学旅行でね、そう、マックを友達と買って、あ、マックって化粧品のマックね、買って、うん、2万5000円したんです。それがドン引き価格。ハイライト、チーク、リップ、ファンデーション、なんかこんなタイプのやつと、なんかリップ2種類買ったし、なんかね、あ、リップベースも買って、ちょ、めっちゃ買ったんですよ。修学旅行が2万5000円やばいよね。そう、修学旅行みんな10万円とか持ってきてた。5万円 ?5 万円かな。いや、うん、10万持ってってる人もおった。そう、なんかさ、小学校のさ、修学旅行は5000円までやん、お小遣い。で、なんか中学校になったら、なんか3万円違う、1万5000円 ?3 万円まあ、どっちかなんですよ。高校生は3万なのかな。でも高校生はさ、アルバイトとかしてるじゃないですか。そう、勧めてもらったものを買っちゃったんだよね。リキッドバーって、おお、え、いや5万かな、5万かもしんない、5万かも、5万かな。でもそう、いました、10万持ってってる子もいた。うん、私は多分5万ぐらいにした気がするな。でもマックで2万5000円、いや絶対収まっちゃうよね。だって、うん、何円使ったんやろ。そう、いや隠し持つよね、わかる、キャリーとかに詰め込んで。そう、え、なんやろうね、なんかめっちゃ買い物したわ。夢の国でも買い物して、そう、なんかさ、無駄にさ、お土産買
使っちゃうの分かる？そう、これ誰で、これ誰で、これおばあちゃん、これこっちのおばあちゃん、これいとこ、これ家族とかしちゃったらさ、どんどん増えてって余計に買っちゃうんですよ。あ、ランキングはごめん、ギリですね。13位はモトルタさん、12位はジョンソンタムさん、11位は雨宿りジンベイさん、10位は宮崎のおじちゃん、あとまカレーのおじちゃん、9位は木村カエルさん、8位は TL トロさん、7位はイングベイさん、6位はリュウさん、5位はピンクカミョウさん、4位はコイツさん、3位はワサッピさん、2位はなんてばくさらね大好き練習ファイトありがとう、1位はカラスのカワコさんでした。早口でしたがありがとうございます。せーの、そのじゃんけんじゃんけんブン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 。うん、え、全然いいよ、いっぱい話したいもんね、みんな。ありがとう、今日も皆さん、次あるのは12日なので、12日当たらなかったよって方は本田まで見守ってくださいね。そうね、頑張るのでみんな待っててください。とりあえず明日の最後に習う曲がやばいので、明日の夜のレッスンがやばいかな。12日当ててください皆さん。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。